はい、こんにちは。今回も皆さんのお役に立つマーケティングホワイトペーパーというものを作りましたので、その宣伝も兼ねて、マーケティングの解説をしていきたいと思います。で、今回のテーマは、POMEを制する者はマーケティングを制するということで書きました。で、POMEって何っていう話だと思っていて、ほとんどの方にとっては聞き覚えないと思うんですけど、まあ僕の中ではすごいマーケティングの中で重要なことだと思っているので、ホワイトペーパーにさせてもらいました。で、まあ簡単に説明すると、POMEって、POME の頭文字で、ポイントオブマーケットエントリー。日本語にすると何だろうな、カテゴリーに参入する瞬間みたいな多分日本語だと思うんですけど、例えばその結婚式場を考えるみたいな瞬間、結婚式場をもしビジネスとしてやってるとしたら、結婚式場をコンシューマーが考え始める瞬間って、ここは結婚した時、もしくはプロポーズされた時とかだったり、電動シェーバーとか、ヒゲのね、とかだったら、大体会社に入社したタイミングとかで身だしなみを整えようっていう意味で、まあそういうものを買うわけです。もちろんそうじゃないタイミングで買う人もたくさんいるけども、というように、なんか大体の特定のカテゴリーに所属している商品は、まあこういうタイミングで使い始めるよねみたいなタイミングが大体あるんですよ。日常生活だーって送ってて、ほとんどの人はいろんなことに気遣いながら、ほとんど自分たちの商品のことなんか考えてないんだけど、特定のイベントの時だけキュッとこう、そこの入り口が狭くなって、で、また広がっていくと。だからこのキュッと狭くなってるところに網をかければ獲得する効率が良くなるでしょうというふうな考え方で、で、これ特に Who What How っていうマーケティングのフレームワークの中でも、この How のプロモーションの戦略を考える上では外せない考え方だと思うんですよね。で、これいわゆるドラッグストアとかでビジネスをやってるような、その日雑品、廉価な日雑品マスプロダクトもそうだし、いわゆる獲得系の通販事業とか D2C 事業とかやってる事業者体にとっても、じゃあ例えばリスティングのキーワードどうするのとか、お金たくさんかけるべき時ってどうするのみたいな考え方をする上で、ポイントオブマーケットエントリーの考え方を持っとくっていうのは非常に重要だと思っているので、まあ、ここら辺をホワイトペーパーにしました。で、個人的にも自分がP&G に行った時にやった施策ですごいうまくいったとか、まあ、それこそ評価が良かった施策のほとんどってPOME的な思想から生まれてるイベントで、まあファブリーズがそういうニュアンスが強いブランドだったっていうのもあると思うんですけど、なのでなんか自分的にも思い入れが強いというふうなことで今回は書きました。ということで、世界で一枚のホワイトペーパーの解説をしていきたいと思います。POMEを制する者はマーケティングを制するというホワイトペーパーを解説していきます。目次はいつも通り、初めにPOMEがなぜ重要なのか、POMEを生かしたマーケティング事例、POMEの見つけ方は最後に。で、今回のこの YouTube では、まあPOMEを生かしたマーケティング事例まで解説して、このPOMEの見つけ方っていう、まあ具体的なHowの部分に関しては、ぜひダウンロードしてみてください。はじめに、まあもうまさにさっき書いたようなことですけど、スーツを購入した瞬間を思い出してみると、まあ青木とか青山に行った時っていうのは、大体就職活動をするよってなって必要になったから買うよね。ってことは、逆に言うと、就職活動っていうところに網を張っていて、就職活動する人は絶対青木や青山の情報に触れるっていう情報にできれば、青木や青山からすると売れるよね。まあもしくは、青木や青山が、わかんないけど、1月とか2月に、紳士服の青山みたいな、要は、みんなが正月気分の時にそういう宣伝を流してるのは、まさにこの就職活動が始まるタイミングを狙っているってことだよね。で、ゴルフとかであれば、まあなんか入社して先輩に誘われた時とか、まあ塾だったら中学校に進学して高校受験をするタイミングとか、まあこういう特定のカテゴリーに所属する商品には明確なきっかけがあるんですよ。結婚式場は結婚した時だし、車の購入は免許を取った時だし、家具を探すのは引っ越した時だし、逆にこういう時以外に広告が立ってもあんまり意味がないんだよ。なので、こういう瞬間、このカテゴリーの入り口になってる瞬間をポイントオブマーケットエントリー、まあ以下POMEと呼び、このPOMEを抑えましょうっていうのが、まあプロモーションの大きな戦略の一つになるわけです。これは別にマス広告の人たちだから重要な考え方なわけじゃなくて、むしろ予算がない人たちの方が大事だと思うんだよね。なぜなら、でかい予算を持ってる企業は毎月毎月めちゃくちゃな量の広告を打つことが、まあ、理論上可能なわけですけど、逆に予算がない会社っていうのは、この特定の瞬間で勝つみたいなことをやるしかないわけなので、まあそういう意味では、特に、まあもちろん詳細にもよるんだけれども、POMEを抑えるっていうのは、まあベンチャー企業的なものにも非常に重要なんじゃないかなと思いますよ。で、私の紹介です。そういえば、チャンネル登録お願いします。はい。ちょっと1万人に本当どうしても行きたいと思ってるんで、よろしくお願いします。これ見て、本当時間かかんないから、悪いことも起きないから、チャンネル登録お願いします。POMEがなぜ重要なのかっていう話なんですけど、例によってなんで重要性が分かってないと多分資料とかもあんま意味がないと思ってるんで、で、まずPOMEがなぜ重要かっていうと、ズバリ、マーケティング活動の成功確率を高めるからだと思っています。で、じゃあなんで成功確率を高めなきゃいけないのっていう、さらにもう一個奥の話をすると、これはもう本質的には、マーケティングの予算って基本的に足りないものであるから。つまりリソースが足りていないので、それの効果的な使い方である指針が必要ですよと、いうふうなことになると思っています。で、まあ、例えばさっき結婚式の例出したんで、ここで結婚式の例出したんですけど、例えば予算が10兆円あったとして、特定の結婚式場でね、いくらでも使っていいよっていう話だったら、で、ウェブ広告やってるとして、そしたらもう全メディア、全場所に、全キーワードで広告打てばいいと思うんですよ。でもそれって、なんていうかな、ほとんどの予算は無駄に終わりますよね。でもまあ10兆円予算あるんで別に使えばいいよ。使うことが肯定化されるんだけど、それってほとんどの予算は、肯定化、失敗するよね。例えば、お墓、値段とか調べてる人に、ウェディングの広告出しても絶対買わないじゃないですか。お墓探してる人とウェディング探してる人が被ってることってまずないと思うんですよ。だからこそ、じゃあ、結婚式場を探すのってどういうタイミングかな？例えば、じゃあ、そろそろプロポーズされるんじゃないかと思ってる人だから、プロポーズ場所とかね。もしくは、結婚指輪探してる人って結婚式場もセットで探しやすいよねとかなってきたら、じゃあ、ハリー・ウィンストン値段とかね。というワードに、じゃあ引っ掛けていくと結婚式場に繋がりやすいんじゃないかという仮説が立つよね。で、これは、考え方どっちでもいい。要は、結婚式場に近いキーワードを出そうっていう、そういう発想でもいいけど、なんか僕のおすすめは、消費者がどのタイミングで結婚式を意識し始めるのかみたいな、この、ポイントオブマーケットエントリーがどこにあるんだろうで、このライフタイムとしてのポイントオブマーケットエントリーの近くにあるキーワードをいろいろ探すっていう方がいいと思ってて、特にこうウェブ広告とかやってるとキーワードベースでいろいろ考えると思うんですけど、これはなんか別に考え方としては作りやすいとは思うんだけれども、なんか消費者のこうコンシューマージャーニーみたいなものから考えると、まあこのPOME的な思想が分かりやすいんじゃないかなというふうに思っているわけです。あと必ずしもキーワードレベルに落ちるものだけじゃないんで、例えばイベントを考えるとか、オフラインの展示会を考えるときとかでも、なんかそのキーワードベースじゃないけど、このPOMEベースだったら考えやすいと思うんでいいんじゃないかなと。で、これの一番は、これ何なんだろうって思うと、改めてこれ実はドキュメントをまとめてて自分の中でも整理されたんですけど、結局の目的を達成するためのリソースの選択方針に、ポイントオブマーケットエントリーの考え方がなる。っていうのが、まあ、いいこと。つまり戦略の本質となんか被ってくる話なのかなと思っていて。だから、プロモーション領域における戦略のなんか主眼になるっていうのが、POMEの重要なポイントなんじゃないかなと思いますね。で、ベンチャーとかの人は、特にキャリアをベンチャーから始めた人とかは、なんか大企業だったらそんなのいらないじゃないかとか思うかもしれないんですけど、大企業は大企業でマーケティング予算が足りないっていう課題を、まあ、常に抱えていてですね、むしろ抱えてるかもしれない。スタートアップより。スタートアップってなんか、いや、もちろん足りないとは思うけど、資金調達してマーケティングして足りなくなったらまた資金調達してみたいなことをやっているがゆえに、なんかその、もっとあったらこんなにできるのにみたいなディスカッションが実はあんまり行われてなくて、どうやったらこの予算もっと使えるかみたいなことを積極的に考えてるような気がするんだけれども、大企業はね、割と本当に予算足りないこと多いんで、まあ、だからこそ、このPOMEへの理解っていうのは決定的に欠かせないというふうに思いますよ。で、じゃあどんな事例があるかっていう話なんですが、まあ、何個かケースをお見せしてます。で、一つ目は、スーパーのお惣菜とかお刺身のタイムセールみたいな、スーパーでのタイムセールですよね。これも、ただただなんでタイムセールやってんのって思うと、値引きでしょとか、在庫処理でしょって思うと、本質を見誤ると思っていて、夕食決定というマーケットにおいて決定的に重要なのは、16時から18時のスーパーで、夜飯何にしようかなって思ってる瞬間なわけですよ。夜の献立何にしようかなって考え始めるのが14時ぐらいからで、いざスーパーに行って買い物するっていうのが16時、18時なんですよね。まあちょっと今でこそタイムセールってそうでもないのかもしれないけど、その当時は料理するのが普通だったわけですよ。でもお母さん忙しいじゃないですかってなった時に、こんだけ決まってないけどとりあえずなんか行かなきゃって言って来てる人に、お惣菜とお刺身の今日はこれでおかず済ましちゃいましょうっていうオファーをタイムセールとセットですることで、あ、晩飯お刺身でおかずになるんだっていうマーケットエントリーを取りたいわけですね。これ別にタイムセールだから別に朝でもやっていいし、夜でも深夜とかでもやってもいいし、昼やってもいいんだけど、まあこの時間にやるのが一番こう、消費者的にキュッて絞れてる。ここを押さえれば消費者が自分たちの商品の虜になるよねっていうポイントをまあ押さえているっていうことですね。だから時々朝一とかあるのと、あと夜は、閉店間際のなんかその、お夜食狙いの値引き構成とかはまあまた別であると思うんですけど、まあこれは非常にいい例かなと思いますね。あと最近僕がカッペットを飼い始めたんですけど、このブリーダーサイトにおけるペット保険とかもすごいいいなと思っていて、ブリーダー経由で猫2匹買ったんですけど、そしたらマッチングして購入させていただいた瞬間からすぐに電話がかかってきて、初月から無料の〇〇のペット保険入りませんかと。確かアニコムだった気がするんですけど。で、そしたら最初の1ヶ月分のフードやお手入れグッズも届きますよ、みたいな連絡が来るわけですよ。で、僕からすると、まあ、ペット保険はいずれにしても入んなきゃいけないなと思っていて、た中で、まあ、この購入したタイミングで来ると。しかもなんかこういう特典もありますよってなったら、まあ、じゃあどこでもいいからここに入ろうかなっていうふうな感じで入りますと。で、そうすると、保険みたいな、その、ライフタイムバリューが高くて、スイッチングコストが高いものって、まあもうここでいいかってなって、まあ2ヶ月以降も、もう今買って3ヶ月ぐらいですけど、まあ当然切り替えないよね。で、かつ、このフードとかお手入れグッズも、一旦それが来て、それで猫が慣れちゃってる状態になると、もうなんかわざわざ買えるっていうインセンティブが働かないんですよ。まあこれは物理的にあんまりフードをカチカチ変えるべきじゃないっていう話もあるし、なんか変えた時に猫が、嫌なリアクションを取るのも嫌だっていうことで。なので多分このブリーダーサイトってこのペット保険とかこのフードのメーカーから結構お金もらってこれやってると思うんですよ。マーケ予算として。だからこのブリーダーサイトからすると広告費に次ぐ、なんていうかな、レベニューのポイントになっているし、ペット保険業者からしたら、なんか、無作為に一般的になんか、インスタグラム広告とか打つよりも、絶対ペット買ってんだから、その瞬間に。ペット買った瞬間が絶対ペット保険を一番考える瞬間なんだから、そこでオファーした方がいいということで、まあ、広告予算的にもまあ割に合ってるってことで、これはすごいウィンウィンウィンなんだなっていうふうなことを思っていて、これ最近見た中ではすごい秀逸ですね。多分車とかも同じようなことやってんじゃないかな。俺車持ってないんでちょっとわかんないんですけど。あとは結婚式のプランナーとエステが連携していたりであるとか、まあ、こういう割と一生で何でもないイベントにポイントマーケットエントリーを活用してるケースってのは結構あると思うんで、ちょっとなんかそういう目で見てくれるといいかな。車とか、あんまり買ったことないけど、家とか、引っ越しした時に火災保険セットでついてくるとかも、まあ、すごいいいよね。で、ケイさん、これはまあパンパース。これもまあまさに P&G のブランドですけど、で、パンパースのマーケティング活動で一番でかいものって、ドラッグストアとか GMS とかそういうチャンネルでもなければ、テレビ CM とかでもなくて、病産院に選んでもらってるってことなんですよね。で、病産院で子供産んだ方、わかると思うんですけど、大体一番最初に発くのおむつ、パンパースなんですよ。で、じゃあ退院ですってなって、お家戻ってくださいっていう時に渡される1週間分のおむつも、まあ、パンパースになってるケースが多い。ってなると、さっきのペット保険と一緒で、ペットのフードと一緒で、じゃあそのままパンパース使おうかなっていう話になる。で、これが、要は、全国に何十万ってある病産院に対して、まあ、パンパース頑張って営業してるわけですよ。で、これって、そのための営業組織抱えなきゃいけないし、めちゃくちゃ大変なわけだね。人件費がすごいかかるわけだ。だから、パンパースって逆に言うと、テレビ CM とか、その広告予算がファブリーズに比べて全然低いんですよ。そっちに金割いてるから。それでも、その入り口を抑えることによって、新生児におけるパンパースのシェアってめちゃくちゃ高いんだよね。確かナンバーワンのはず。今ちょっとわかんないけど。大前提として、プロダクトクオリティが高いっていうのは十分に理由あるけど、でもこのポメを抑える活動がパンパースの基本戦略になってて、一番お金をかけてるっていうのは、まあ、彼らが一番最初に病産院で渡されたおむつが一番いいおむつだっていう、このポイントをマーケットエントリーを抑えるのが一番重要だっていうことになっていて。なので、すごい、わかりやすいかなって思うね。その他には、まあ、ジレットとか、髭剃り系も結構大学で配るとか。まあ、要は大学生になって、まあ、新生活が始まるタイミングとか、もしくは、まあ、女の子とデートし始めるタイミングとか、そういうところが、まあ、髭剃りをちゃんとし始めるポイントだったりするんで、まあ、そこを抑えようっていうのは非常に理にかなっていて、結構サンプリングとかギフティングとかやってたりしますよ。あとは自分がファブリーズの時にやってたのは、アート引っ越しセンターと組んで、引っ越しのタイミングに、プレゼントでセットでファブリーズを置いてもらうみたいな。そうすると結局ファブリーズとかって、この家を綺麗に保ちたいっていうニーズでやるから、引っ越した瞬間が一番家を綺麗に保ちたいんだよね。もうぐちゃぐちゃでゴミ部屋みたいになってるところでファブリーズって誰も使わないじゃないですか。今綺麗だっていう状態でファブリーズ使うから、引っ越しの後とか、大掃除の後とかがすごいファブリーズって使われるタイミングだから、大掃除の後だから、年末とかもすごいプロモーションちゃんとかけたりするし、みたいなことはまあ結構やっていましたよ。ここまでが、ポメを生かしたマーケティング時代。で、残りの3分の1ぐらいが、そんなポメってどうやって見つけるのっていう話を、まあ書かせていただいているんですが、まあこれは例によって例のごとく、ぜひ、本編終了後に資料をダウンロードしていただきまして、ぜひ読んでいただければというふうに思っております。で、例によって例のごとく、最後に、僕らのサービスの宣伝の方をつけさせていただいておりまして、で、今、最近、リサーチデモの方の仕様もかなり拡大してきてですね、で、これ、本当にそんなに定性調査が、今まで行われてきてないような企業様でも、やってみたら、もうめっちゃ良かったっていう声を本当にいただいているし、それこそ社内のプロセスの中にも入り込んでいて、もうぜひやりたいっていう方の話をぜひ、いろんな話を聞きますので、とにかく今そんなにないけどなっていう方でも、僕らも代行もできますし、サポートの方も入れますので、ぜひぜひ、お問い合わせをいただけるとありがたいというふうに思います。どうぞ、もし読んでみてグッドだと思った方はダウンロードだけでもよろしくお願いします。じゃあ、そんな感じで。